皆さん、こんにちは。今回の動画は時計塔魔術師の怪異とその魔術師について解説していきます。ここから先は片付き作品のネタバレが含まれます。それでもよろしければご視聴よろしくお願いします。1. 魔術協会。国籍、ジャンルを超えて魔術師たちが立ち上げた、名目上は自衛のための団体です。魔術を管理し、隠匿し、その発展を使命としています。魔術協会は主に3つの勢力に分かれています。アトラスイン。西暦以前から存在する錬金術の学者で、主に研究に重きを置いています。アトラスインに所属する魔術師は魔術回路の数が少ない場合が多いとされていますが、自身が最強である必要はない、最強であるものを作ればいい、という思想を持っています。方向会。文明による魔術の進歩、変化を認めず、神世の魔術のみを魔術として認めるという思想を持っています。魔術の進歩を認めないということは人類の消費文明を認めないということであり、今の人間社会とは相入れない学術等です。それゆえ、その門戸は固く閉ざされ新たな門弟は数えるほどしかいません。時計塔、魔術王ソロモンの弟子の一人が創立し、未だに院長を務めています。21世紀において魔術協会といえば、時計塔、のことを指しており、魔術世界での最大勢力となっています。時計塔創設時の理念として、学問として神秘を伝える、というものがあり、秘匿、隠匿を絶対の法とする魔術師の世界としては、大きくその門戸を開いています。そのため、現代魔術を軽んじる方向会、とは険悪な関係となっており、滅多に関わることはないとされています。時計塔では所属している優秀な魔術師に会を送っており、下から順に、カウント、フレーム、構図、フェス、プライド、ブランド、グランド、となっています。この会は時計塔独自のものであり、どれだけ優秀な魔術師であっても、時計塔に所属していなければ会を持つことはありません。2. 魔術師の会。構図。自身の魔道を確立した者に与えられる会です。魔術師の家系として歴史が500年程度の平民でも到達することができる限界が構図であるとされています。FGO の主人公もこの会を持っていますが、自身の魔道を確立しているとも思えないので、彼、彼女に構図が与えられた理由については諸説ありますが、個人的には世界を救った英雄である、という功績を持つ魔術師が怪異すら持っていないのは体裁が悪いため、最低限構図くらいの立ち位置にいてもらわなければ困るという意味だと思っています。カウント、フレーム、構図の下にある怪異です。特に条件が言及されていないので、何かご存知の方がおられたらコメントで教えてください。構図が一人前を認めているような怪異なので、未熟でありながらも魔術協会にとって有益な存在である、という意味ではないかと予想します。フェス、魔術師としての実力以外で評価される能力がある場合に与えられる会です。自身は魔術師として凡庸以下でありながら、才能を見抜き、それを磨く能力に優れるウェイバー、長きにわたって魔術協会との関係を断っていながらも、家系としては神代から続く由緒正しきフラガ家の当主、バゼット、フラガ、マクレミッツなど、魔術協会にとって扱いが難しい人物に与えられがちな怪異となっています。プライド、通常の魔術師であれば十分すぎるほどに高評価とされる怪異です。具体的な条件が明示されているわけではないので詳細は不明ですが、構図の次の段階と言えそうなので、自身の魔道を確立した上でそれをさらに発展させたり、その魔術で著しい功績を上げることなどが条件ではないかと予想します。ブランド。口述するグランドに至る魔術師が現れることは非常に少なく実質最高の怪異とされるのがブランドです。神童と呼ばれたケイネス、エルメロイ、アーチボルトが至った怪異でもあります。そう聞くとケイネスのことを知る人ほどブランドがどうってことない怪異に感じてしまうかもしれないのですが、そもそもケイネスは戦闘を得意とする魔術師ではなく、実戦の経験も乏しい戦場では半人前の魔術師でした。
彼が作った非常に優秀な魔術霊槍を遊びと言える程度には天才だったとされており、聖杯戦争で敗北していなければグランドに至る可能性があったそうです。グランド。魔術協会に存在する会員の中での最高位で、クラウン、と呼ばれる場合もあります。グランドに至った魔術師には、色、を冠した称号が与えられるのですが、これはグランドとは全く関係のないものです。時計塔に存在する一二人の君主、ロード、でもグランド止まりなのでグランドである青崎塔子がいかに偉大かがわかろうというものです。3. 高位の魔術師たち。ここからは時計塔に所属するプライド以上の魔術師の簡単な解説を行っていきます。プライド、スビン、グラシュエイト、エルメロイ教室に所属する若い魔術師です。現役最年少でプライドに達した天才で秘宝によって自らの内側から銃声を引き出し、魔力をまとうことによって疑似的に人狼のような能力を得る銃声魔術を使用します。同教室のフラットにつけられたあだ名は、ル・シアン。これはスビンが魔術で変身した姿が白い狼のようになることに起因しているのだと思われます。金髪のカールが麗しい美少年でギリシャの彫刻に例えられるほどの奇跡的な造形を有しています。性格は気真面目で礼儀正しいのですが、グレイを前にすると変貌してしまいます。グレイの匂いを嗅ぐと理性が蒸発してしまうようで、発言がかなり危ないものになってしまいます。そのためグレイからは恐れられており、変態的な意味で、ロード、エルメロイ2世から接近禁止命令を出されているため同じシーンに登場することが少なくなっています。ブランド、ケイネス、エルメロイ、アーチボルト。由緒正しいアーチボルト家の正統後継者で、ウェイバーの前にロード、エルメロイと呼ばれていた人物です。自他ともに認める天才魔術師で第4次聖杯戦争での敗北時点ではグランドでしたが、いずれはグランドに至る可能性すらあったとされています。彼が作り出した魔術霊槍である、ボールメン、ハイドラグラム、は、攻防に優れた機能を有しながら本来の用途は演算機であると言います。それは簡単に言うとパソコンをパーツから作り上げた人物が、なぜかそのパソコンを武器に戦っているような状態だと言えるでしょう。さらに、なぜか武器になるパソコンは本人にとってお遊び程度で作られたものであるということが彼の天才性を物語っています。人間性としてはよくいる魔術師であり一般的な価値観で見るのであればゲスに分類されそうなものですが、ウェイバーの論文をしっかり読んだ上で披露するなど何気にまともな対応をしているなど、実は教育熱心だったのかもしれません。イノライ、バリュエレイタ、アトロホルム。時計塔の12人のロードの一人、ロード、バリュエレイタ。創造家、バリュエ、の学部長です。まだ封印指定される前の時計塔に所属していた頃の青崎塔子の師匠でもあります。快活な性格の老婆で一人称は、俺。芸術をこよなく愛しており現代のサブカルチャー等を柔軟に取り入れる女性です。魔術師の三大貴族と呼ばれる魔術協会の中でも最有力な家系の一つの長でありながら、血統よりも才能を重んじる民主主義派に所属していたり、魔術師にしては現代科学に理解があり iPod でロックを聴いているなど、どこか普通の魔術師としては風変わりな人物ですが、魔術師らしい冷徹な部分も持っており、青崎塔子が封印指定された時には時計塔側の判断を肯定し、彼女の魔術回路が永久に保存されるべきとしました。魔術師としての能力も申し分なく腰にかけた小袋に触れることで色砂を操る砂絵の魔術を使用します。所持している砂自体は大した霊槍ではないのですがトリムマウを砂で縛り付けてしまうなど、高度な技術と高い魔力を持つことが示唆されています。ルフレウス、ヌアザレ、ユリフィス。高齢化、ユリフィス、の学部長。12人のロードの一人、ロード、ユリフィスです。ソラウト・ブラムの父であり、ケイネス、エルメロイ、アーチボルトの師匠でもあります。フェイトゼロの時点で存在がほのめかされていましたが、ロード、エルメロイ2世の事件簿で正式に登場しました。魔術師は血統を重視するべきと考える貴族主義派の重鎮であり、霊母アルビオンの再開発を議題に掲げる民主主義派と対立しました。また、一応、
貴族主義派に属するエルメロイが不確定要素になりうると判断し、エルメロイへの圧力を強めました。詳細な魔術や能力は不明ですが、息をするかのように降霊術や使用魔術ネクロマンシーを操り、ポルターガイスト現象や骨の兵士スケルトンなどを刺激することができます。ダーニック、プレストーン、ユグドミレニア。様々な技術系統の魔術を吸収して発展してきたユグドミレニア一族の長であり、不行きで行われた第三次聖杯戦争にドイツ軍のマスターとして参加していました。フェイト、アポクリファの世界では第三次聖杯戦争の終結後に大聖杯を奪い、ユグドミレニア一族の管理地であるプリファスのミレニア城塞に隠しました。組織運営、政治的手腕に才覚を見せるダーニックですが、魔術師としての能力も高く、実力的にブランドとして恥ずかしくないだけの力を持っています。しかし彼は、形式上ブランドになっていますが、そこまでの実力ではなくグランドに至ることができたのは、当時魔術師が激減していたという時代背景と、彼の二つ名である八枚下が力を発揮した結果です。グランドとして紹介するのも個人的に納得がいかないので、こちらで紹介させていただきました。グランド。青崎透子。建築デザイン事務所ガランの堂社長であり、封印指定を受けた魔術師です。かなりのヘビースモーカーで、台湾で段ボール1箱分だけ作られたという希少なタバコを吸っています。銘柄はパッケージを見る限り、遠遊、です。エミヤ・キリツグ、ナタリア、シシゴウカイリも同じタバコを吸っているシーンが散見されるため、本当に段ボール1箱分しか存在しないのか疑わしいところではあります。片付き世界の中でたびたび名前が上がってくる人物であり、魔術世界をはじめ裏側の界隈では相当な有名人だと思われます。時計塔においては、魔術基盤の衰退したルーンを再構築、衰退した人体模造の魔術概念の再構築、という非常に高い業績を上げ、時計塔の頂点であるブランドとなりました。その功績のせいで封印指定されてしまい、時計塔を去ることになりました。主にルーン魔術を使用しますが、その真骨頂は人形作りです。その技術は本人と寸分違わない人形を作る域にまで達しており、もしも現在活動している青崎透子が死んでしまった場合には、自動的に新しい人形が意識を引き継いで活動を開始します。彼女自身今現在の自分がオリジナルなのか否かを把握していない状態ですが、自分と完全に同じ存在が活動しているのであれば、自分がオリジナルだろうがコピーであろうが、至る結果は同じであるとして全く気にしていません。旧友の魔術師であるコルネリウス、アルバをして異常な精神性、と言われています。余談というか、感想なのですが、魔術協会による封印指定というシステムは基本的に魔術師に逃げられるだけだと思うのですが、優秀な魔術師を手放さないためのシステムで、優秀な魔術師に逃げられていては完全に本末転倒では。グランド並みの魔術師。ミハイル、ロア、バルダムヨーン。使徒27祖番外、天聖無限者、赤者の蛇、の二つ名を持ちます。教会においては祖に並ぶものとして数えられていますが、当の27祖たちからは分不相応と蔑視されています。元聖堂教会の司祭でありながら魔術師でもあります。彼の持つ力の基本であり、奥義に当たるのは、天聖、です。魔術師として、永遠、を探求した結果、アルクエイドを利用して使徒となり、天聖、の開発に勤しみました。その後、教会と手を組んだアルクエイドに討伐されますが、その時にはすでに、天聖、を完成させており、ロアは18代にわたって天聖を繰り返すことになります。何度も死に何度も新しい生を歩むことで、彼の目には、直視の魔眼、に似た能力が宿るようになりました。原作ではほとんど披露されることがありませんでしたが、カバラ系の魔術師であり、メルティブラッドでは雷を発生させる魔術を多用する戦法を使います。最も魔法に近いと言われる魔術である、固有結界、を使用することも可能であり、その魔術知識は時計塔のグランドに匹敵すると言われているため、こちらで紹介させていただきました。今回の動画は以上になります。これからも片付きのキャラ解説や設定解説を行ってまいりますので、他の動画も見てもらえると嬉しいです。
また、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。